ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR-SR7。 ビデオカメラの電源は入るが液晶画面が映らなくなった。ビデオカメラを分解してハードディスクを取り出してみたが、うまくデータを取り込むことができなかった。ある会社にビデオカメラを送って診断してもらったら、データの復元は可能という診断だった。だが、対応に対して強い不信感を持ったので、キャンセルして戻してもらったという状況です。データ復旧処理を行い、13時間59分の動画データ 100% の復元に成功しました。